こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。毎週増山玲奈のドラゴンジャーナルお聞きいただきましてありがとうございます。最近はいつも自宅スタジオからお届けしていましたこの番組なんですが、なんと今日は、本日は超超豪華ゲストの皆様をお迎えして日野塾千葉からお届けしております。ゲストの皆様をご紹介いたします。まずはこの日野塾千葉の、店主でありそして、藤本秀照太様という名前で三味線を師範として教えておられます、秀照太様、今日はよろしくお願いします。はい、こんばんはありがとうございます。実はですね、私たち映画都市蔵の刀という日露合同映画制作、準備中でして、今毎週日曜日に、芸者役の、女優様たちをお迎えしまして三味線の稽古をしております。では三味線を演奏される芸者役の三和さんから自己紹介ということでご紹介をお願いいたします。はい、三和真理香と言います。この映画で三味線を練習することになりました。これから三味線女優として三味線をいっぱいいろんな曲を弾けるようになりたいと思っています。ありがとうございます。はい、三和さんに続きまして芸者役の朝比奈美奈美です。私はもともと日本舞踊の名取として舞踊家として踊っているんですけれども、三味線を弾いたことは初めてで、普段弾いていただいて踊ることが多いので初めて三味線を持ってみたんですけれども、こんなに難しいものだと思わなくて、秀照太様に秀照太先生にすいません本名秀照太先生にしごかれながら、はい、頑張っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、阿出川梅と申します。私も去年の秋から女優活動を始めまして、監督のレナさんに拾っていただいたといいますか、お声掛けいただいて、でなおかつ芸者役をいただき、三味線の稽古をさせていただくということで、本当に感謝の気持ちを込めながら毎週日曜日参加させていただいてます。目標としては色気のある弾き方ができるように努めてまいります。ご期待ください。そう、梅さんはこの天才っていうか三味線を弾く前とその中のおしまいの方に掛け声が入るんですけど、すごいなんていうかしっとりとして重みのありながらもこうしっとりとしたはっていうのがですねすごく印象的ですね。梅ちゃんのお風呂の中ではを練習してみて聞いて、そうです、自分の声が響くので、はい、はという感じで、いや素晴らしい素晴らしい色気素晴らしいすごい、毎週皆さんの稽古に参加させて拝見しているわけですけど、毎週みんな上手くなってるよね。なってます。なってますよね。なってます。びっくりです。1月、12月、まだまだだめだ。師匠から、まだまだだという声をいただいております。今日初めて稽古の方を、見ていただいたこの、映画都市蔵の刀で佐藤彦五郎役を演じていただきます、山下正樹様、いかがでしたか？いえ、新鮮な感じで素晴らしいなと思っております。ありがとうございます。この番組の最後にですね、毎回この協賛で、プログレス様のお名前を、ご紹介していると思うんですが、実は山下正樹社長様はこのプログレスの社長様でもいらっしゃるということで、このラジオ番組そして映画都市蔵の刀を応援していただいてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうしまして、はい、佐藤彦五郎でございますこのラジオの方でご出演いただくのは初めてということなんですが、山下社長様からも自己紹介をお願いいたします。はじめまして、佐藤彦五郎役をやります山下と申します。普段は婦人服 の, プログレスといいます、インポートブランドのエージェントをやっております。
まあ、ちょっと全然違う世界なんですが、もともとこの土方歳三、この幕末期のやはり話が歴史が好きで、今回こういうご縁をいただきまして、またこの土方歳三の義兄にあたる役をやらせていただけるということで、普段の本業以上に気合を入れております。ありがとうございます。本業以上に、本業以上に。ありがとうございます。ちょっと本業がねコロナでいろいろプログレスさんは服飾のお仕事だということなんですが、今アパレルさんも皆さん本当に大変な状況の中、こうやって番組や映画を支えていただいて大変感謝しております。なんかもうどこも大変で、最初にこの話ってあれですけど、もう日野の多摩平のイオンも店舗が今月末で撤退っていうところが十何店舗かあって、昨日私は立川 のルミネも行ってお買い物してきたんですけど、安いのはありがたいけど、閉店セールで、あれこれ本当大丈夫日本っていう、すごい心配な状況がありますね。まあちょっと暗い話になっちゃいましたけど、そういった時代だからこそ、私この映画も通じて地元の産業も応援したり、また頑張る中小企業の皆様も応援するということで、実は中小企業庁の承認をいただきまして、IT アドバイザーの専門家としても登録させていただきましたので、何か今後コロナ時代でも生き残る形でのお仕事のあり方とか、そういったことも今後発信していきたいなって思っておりますと言いながら、今日は三味線の日だったんですけど、三味線皆さん稽古に参加していただいてどうですか？三味線とみんな初めて触れ合ったんですけど、もうハマっちゃって、稽古場に来たらもう順次勝手に三味線を持って、稽古始まる前から勝手に稽古始まっちゃってセッション始まってる。そうで、師匠がいつから稽古始まったのか分かんないって言って、今から始めますって言ってるのにみんな全然引きやめられなくて、もうね、取り憑かれてますよね。私取り憑かれてます三味線に取り憑かれてます。なんか本当に楽しいですよね。私は実は一番下っ端でですね、まだ一番下手っぴなんですけど、私もお稽古参加させていただいて、わからないなりになんかこう、うまく弾けた、自分なりにうまく弾けた時の音が気持ちよかったりとか、うん、なんか奥が深くてちょっと夢中になりますね。夢中になります。やりだすと止まんないです。はい、はい、三つ葉さんはこれからアニソンも三味線で弾く練習を始めるっていうことなんですけど、はい、どんなビジョンがあるんですか？やっぱり鬼滅の刃とかをコスプレして弾いてみたら楽しそうだなって思ってます。絶対似合う。いいですね。あ、似合う、うん、それがちょっと憧れてま す、しのぶさんとかやってほしい。あ、絶対似合う、やりたいです、うん確かに。梅さんはいかがですか？そうですね、三味線って本当にさっきも皆さんおっしゃったんですけど、奥深いとおっしゃってまして、なんか体調によっても音が違うなって今日思いました。ちょっと最初はやっぱ体力があるんで音はいいんですけど、ちょっと疲れてくると全然こう音がペシペシなってきちゃって、師匠先生にもご指摘をいただき、だからコンディション整えて三味線を弾くのも大事だなって思いました、うん、なるほど。今この三味線のシーンは映画の中では新選組の土方歳三さんたちが新選組を作る前のこの天然理心流の宗家に近藤勇さんが四代目を襲名する日の夜というイメージで考えているんですけれども、この多摩地域の府中にあります松本楼という料亭でお祝いをしまして、なので佐藤彦五郎さんは絶対いるんですよね。いいところですねで芸者さんたちが
こう演奏をするシーンから始まって宴会のシーンということを考えてるんですけれども、なんだかこの稽古をしながらその時の情景とかを思い浮かべたりして、すごく歴史だと思ってたものがだんだんこう手触りが感じられるようになって、私はすごくエンジョイしているんですが、皆さんこう役を演じる中でこう稽古して、この当時の当時の様子とか考えたりしますか？どうですか？先週写真を見せましたね。この、はい、実は佐藤彦五郎家に、はい、佐藤家に幕末時代、正確にはあの写真は明治の写真なんですけれども、うん、当時の芸者さんの写真が残ってるんです。で、貴重なお写真を副館長様に、写真を、送っていただいて皆さんにお見せしたんですけれど、すごく粋に着物を着付けていて、でローマ字でね、ポンタっていう名前の方もいたりして、うん、長くこうとその一つのお酒の席だけじゃなくて、その後この、芸者さんはどこに嫁いだとか、うん、ですごくよく働いたとかなんか書いてあって、佐藤家とこの芸者さんたちとのこう関係というか、そういったものも感じられたし、すごく趣深かったんですよね。なんだか当時の様子が感じられて、ワクワクするんですけど、このラジオ番組は多摩地域の、東村山を中心に放送されるんですが、もし、おじいさんの代のお話だとか、この当時の様子ご存知の方いらっしゃいましたら、増山玲奈のドラゴンジャーナルの番組宛てに、様子などお手紙を送っていただけたら嬉しいなと思います。この実際松本楼っていうのは府中駅の前にあります大国多摩神社の目の前にあって、で大国多摩神社の中で襲名披露の野試合が行われていたんですよね。ぜひ今度案内する日を作りたいなと思うんですけど、この実際に今、役を演じるにあたって何か思いがありますか？やっぱりその当時のことをもっと知って知りたいなと思ってます。なんだか着物の着こなし方一つも今の着物の着こなし方と全然違いましたよね。そうですね。この、もともとなで型っていうのもあるんだけど、今の人は骨格が私も含めてがっちりしてるんですけど、もっとすごいストンとなで型でこう襦袢をすごく見せてて、で襦袢のおしゃれっていうのなんて言うんでしたっけ、そこに柄があって、で20ぐらいにやって、こうすごく V が深い形で着こなしていたりして、すごく粋だなと思いまして、これから沢陽子さんという、日本和髪学会の、会長さんにこの稽古衣装と日本髪をお願いするんですけど、楽しみです。めっちゃ楽しみで、はい、今写真送ったりしてて、はい、でこれからみんなの身長とか、あとこの、雪、はい、雪とかこう、合わせないといけないんで、ちょっと採寸したりするんですけど、じゃあ誰に何の着物を着せてとかいうのがなんか楽しみです。私映画と七五三間違えてるんじゃないかみたいな感じだけど、いや楽しみですね。楽しみです、はい、みんなのお母さんみたいなお母さんみたいで、私と監督はちょっと近いと思うんですけど、いえいえ、お母さんも頑張って芸者役のさじっこにちょっと出たいんですけど、そんな風に当時をねイメージしながら準備していくのもなんか楽しいですよね。そうですね、うん。ではあと自己紹介をしてたけど、皆さんどんな方か多分ラジオの方は分からないと思うので、お一人お一人ちょっとエピソードというか、普段どんな活動してるとか。はい、あ、じゃあ三つ和さん、じゃあ三つ和かな、さっき、じゃあ三つ和さんから。普段どんな活動してるか、うん、普段代表作はバカ殿だとか、映画ライアの祈りという映画には5番手くらいに出してもらって、そうですね、ちょこちょこと活動を
芸能活動はちょこちょことしている感じです。はい、じゃあバカ殿のテレビの方に出てたの？そうです。そうなんだ、はい、すごい。志村けんさんの、はい、なんかすごい志村さんが好みそうな、はい、なんか雰囲気ありますね。美人さんだから。はい、その時はカツラとかもつけさせてもらいました。何年ぐらい前ですか？何年くらい前だろう、もうでも10年くらい前ですかね。それは。そうなんだ、はい、そうなんですね、はい、今回どんなあの素敵な三味線女優を演じてくれるか楽しみです。そうですね、衣装も楽しみです、はい、本当に、はい、はい、あの朝比奈さんは普段どういった活動をされてとか。はい、はい、朝比奈はですね、先ほども申し上げたんですけれども、日本舞踊の、羽江義流で踊っております。でもまだ全然若手なのでちょっと頑張り中というところです。でも名前をいただいていて、羽焼きラクランっていう名前で踊っております、うん、はい、修行のみです、はい、さっき桜桜も歌われてめっちゃうまいですよ。もともとアイドル活動していて歌とダンスをずっとやってました。アイドルも経験されてるんですね。ミニスカポリスというアイドルでフリーダーをやってました。ありました。はい、まだあります。まだ後輩がやってます。はい、アイドル活動してました。はい、この間渋谷でお芝居もされてましたよね。はい、今はアイドルは卒業して、女優業をメインにしております。ありがとうございます。阿出川さんはいかがですか？はい、私は大学を卒業してから、今私は30後半なんですけども、ずっとリラクゼーションのセラピストとして働いてました。でもこのコロナの時代でいろいろ考えることも多くて、やっぱ自分は表現することがすごい好きなので、やっぱ小さい頃だった女優という夢をこの去年の秋に目指そうって決意をして、で活動を始めたところ、レナさんに出会ったという次第でございます。で将来的にはやっぱ和物、日本文化を発信していけるような女優さんになりたいなと思っているので、見ていてください。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、山下社長様もどんな方なのかとか、どんな方なのか。はい、刀剣をすごいコレクション持っておられて。いえ、もう趣味で、まあ、ちょっと若い頃にそういう抜刀という切る方専門で切ってばっかりしてたんですけど、まあ、そのうち、まあ、自分で独立して仕事の方が忙しくなったので、今は本当に触ることがなかったんですが、まあ、今回この映画のおかげで、そのまた久しぶりに刀、自分もこうまたこう表に出てきたっていう感じで、まあ、刀が大好きなんです。すごいコレクションで、野貞もお持ちなんですよね。この野貞というのが、新選組の、鬼の副長と言われる土方歳三さんがこう、持っていたこの金貞の二代目金貞に当たるんですよね。この燃えよ剣でも出てくるのがこの二代目金貞で、実は金貞って言っても11代までいるんですよ。へー。で最後の金貞さんは明治時代まで、そうですそうです、はい、活躍されていたんですが、この二代目の金貞の野貞と言われるのは室町時代に当たるんでしたっけ？そうです、室町時代に当たりまして、はい、ちょうど美濃、はい、美濃の刀剣なんですが、はい、まあ、今麒麟が行くとかで出てます、明智光秀ですとか、はい、で武田信虎ですとか、はい、当時の戦国武将がやはりよく切れて品があってという部分で、その野貞をすごいこう探されて持たれてたという刀なんで、この幕末期江戸時代の侍にとってはすごい野貞っていうのは価値のあるものというか、そう、侍として持ちたいものだったので、まあ私も司馬遼太郎さんのその燃えよ剣で、その新選組土方歳三さんの話を知ってから、その野貞っていうものにもうずっともう10代の頃から憧れを持ってまして、
ただお金があれば手に入るもんでもないし、やはりご縁とタイミングとそういうことがないとやはり手には回ってこないものなので、まあ、たまたま偶然、まあ、日頃の行いが良かったからどうなのか分かりませんが、手に持つことになりまして、大事にしております。そう、刀がその方を見定めるというか、この今山下社長がおっしゃったようにお金を出せば手に入るというものでもないんですよね、うん、なかなか市場にも出回らない本当に一流の刀なんですけど、私もわからないなりに何度か実物をこの手に持たせていただいたり拝見したりして、なんだかこちらの生き様も問われるっていうか、なんかまっすぐ生きねばという気持ちになるというか、う、ね、やはり恥ずかしいことはできないですね。そうですね、背がピシッとします。はい、なんだか思うのはですね、刀って多分こう多くの方にとって、こう縁がないというか、模擬刀は目にするけどこう手に、実際に目に触れる機会がなかったりで、お店に行くといっても何百万もしそうだから高いしとか言って足が遠のいたりすることあるかもしれないんですけど、私刀剣に触れるということを、まあ、教育に取り入れてもいいし、多くの方がもっと日本の方も世界の方も触れる機会が増えたらいいんじゃないかなって思うんですよね。そうですね、私自身も去年からこう実物を見させていただいたりする中で、なんかめっちゃ勉強になるというか、なんかこうもっと頑張りなさいとか、心に赤がついてますよとかいうのをなんだか向き合いながら自分自身も成長させていただいてるような気がします。あ、吹いちゃって。あ、師匠で、師匠、この、ひでてるた師匠は、この、台本を相談しに来る、去年の何月だったか、4月ぐらいからずっと、こう、ご相談をさせていただいてるんですけれども、今、まだ、クランクイン、なかなかできてないですけれど、この日本文化とか、刀についての思いとか、もしよかったら教えてください。そうですね、刀に興味を持ったというよりも、うちの親父が、まあ、鑑定士もうなったんですよ。で、親父の先生は村上康介先生って言ってるものすごい有名な先生なんですけども、謙遜です、ね、はい。で、その先生について刀を勉強してたんで、で、村上先生休止してしまって、それで鑑定士の免除がもらえなかったんですね。はい、ですから、そういう縁があっても、子供の頃から、いろんな人がうちに刀を持ってくるんですよ。まあ、見てくれっつって。で、それで、まあ、親父にくっついていたん で、よく刀を見る機会はあったのね。ですからもう、本当に、小学校の低学年ぐらいから真剣を持って、普通に持つことを覚えたの。だから手入れの仕方もその時に全部教わって、ですから、ね、もう逆に言えばもう60過ぎたんで、逆に言えば50年以上真剣を扱うっていうことを、まあ、身についたものですね、自然とね。そういう中で生きてきたんで、ただ日本刀真剣を見るっていうことに対してね、例えば何を基本に教わるかっていうことなんですよね。何本も見ていくと分かるんですけども、なんていうのかな、刀っていうのは僕はその人の心を映す鏡だと思っているんですよ。要は姿勢が悪かったり心が歪んでいたりするものが刀に映るんですよね。でよく刀を抜くと人を斬りたくなりませんかっていうのは、自分が人を斬りたいと思ってるからだと。真剣は自分を映す鏡だと思って見なきゃダメなんですよね。だから自分の心を無にして見れば刀の素晴らしさとか美しさが見える。それが見えないっていうことは自分の心が汚れているってこと。僕はそういうふうに教わったと思ってるんですよ。だから今でも外国の人、うちのねお店によく来てくれるんですけれども、そういう人たちに真剣を見てもらう時もありますよ。でも日本人はどんなことを思って真剣を扱うのかっていうのを聞かれたときに、僕は心を映す鏡っていう説明をする。
あなたの心が歪んでいたら、この刀も歪んで見える。この刀は狂気になる。でも、あなたの心がまっすぐならば、この刀の美しさ、それがわかるようになる。なるほど。うん、そのお話、心を映す鏡っていうのは、私も谷さん、三味線の時は秀てるた師匠で、はい、普段は谷さんなんですけどに、ね、教えていただいて、なんか すごくだんだん身に染みてくるというか、言葉が響いてきてるところです。なんかこういい作品になるように頑張りたいなと思います、うん、実は秀てるた師匠ので谷さんですね、谷さんは刀の鑑定士という役でこの映画にもご出演をいただきます、うん、やはりこうオーディションでなんと650人もの方に応募していただいた中で、いろんな役者さんもいたんですけれども、やっぱり刀の扱い方っていうのでもう全然違うんですよね、次元が。今お話をお聞きしていて、小学校の低学年の時から実際に刀に触れておられたということをお聞きしまして、そういった谷さん のこう持っている技というか、この神髄みたいなものがフィルムにも焼き付いて世界中の多くの方に見ていただけるようにしたいなと思っております。なかなかそこまでの日本文化をちゃんと伝えるっていうことっていろんな方が行ってるようで行ってないんですよね。で、なので目の肥えた海外の方の方が逆に日本文化のことを尊重してくれていたりとかするので、そういう方にが見ても恥ずかしくないものになるようになと思っております。あと放送の方が3分ほどとなりましたので、皆さん一言ずつ視聴者の皆様にメッセージをお願いします。じゃあ山下社長からお願いします。佐藤彦五郎から彦五郎様、映画楽しみに待っていてください。はい、いいものができるようにみんなで頑張りますのでよろしくお願いいたします。頑張らなきゃと。じゃあ梅さんお願いします。はい、私も芸者役として立派に添い遂げられるように頑張りますので楽しみに待っていてください。ありがとうございます、はい、では谷師匠お願いします。急に振られると困るじゃあ一番最後に残しておいてじゃあ三つ葉ちゃんお願いします。はい、芸者役として、当時のシーンを再現できるように頑張ります。楽しみにしていてください。はい、朝比奈です。芸者役頑張ります。ツイッター朝比奈みなみでやってるのでフォローしてください。宣伝宣伝いいですよ。やっぱりエンターテインメントも今回のコロナでもう大打撃で、この現場も飛ぶし、こうアート音楽なんてライブがないと成立しないのに、ライブダメって、演劇ダメって、これどうするのっていう話ですから、なんとかこの映画も発信制作続けながら、多方面でこのカルチャー全般をこう応援するような企画に育てていきたいなと思っています。では最後に谷師匠お願いします。ありがとうございます。そうだね、一番最後に歳三の刀というタイトル通りに、その歳三の刀がみんなの心を映す、そしてそれを反映できるような映画になってくれると嬉しいなと思います。ありがとうございます。実はこの歳三の刀、谷さんと相談しながらもう22個ぐらいまで私書いていたんですけど、この間1月に、お会いしまして、エラ・イタルさんという脚本家さんに今リライトをお願いしていまして、エンターテインメントとして成立する素晴らしい脚本が上がってくる予定です2月に完成原稿を、ロシアにも送りながら、コロナ禍の、での撮影を、なんとか終わらせて、撮影完成に向けてロシアともども頑張ってます。ロシアでは今日から、武術の稽古が始まりまして、山田みどり先生とおっしゃいます、モスクワにも道場を持たれて、またサンクツとペテルブルグに
あの茶室も作られて、すごいですよね、はい、あの日本文化を、ソ連圏 の、 あの多くの国々に広めておられる素晴らしい先生のもとで、主演のマキシム・コロソフが今日から通っているんですね、うん、なので日本文化の素晴らしさを、こういった形で海外につなげていきたいと思います。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭プログレスの提供でお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。